それでは定刻となりましたので、ただいまから知事の定例会見を始めさせていただきます。本日は知事からの報告事項はございませんので、早速ですが幹事社からの質問をお願いします。幹事社の山陽新聞の薄木です。よろしくお願いいたします。本日幹事社よりは、2つございます。一括して申し上げます。1点目は瀬戸内国際芸術祭2019についてです。瀬戸内国際芸術祭2019の春会期開幕まで、26日であと1月というところです。今回は10連休のゴールデンウィークを会期に重ねており、これまでにない入り込みと混雑が予想されるところです。会場間の移動手段である船やバスに乗れないといういわゆる積み残しや、県内の宿泊施設を予約しようにもできないといったことも考えられます。こうした輸送面での混雑対策のほか、宿泊予約の現状、宿泊先確保対策についてお伺いしたいと思います。質問の2点目は JR 四国の路線維持についてです。22日に高知市で開かれました四国における鉄道ネットワークの在り方に関する懇談会2の感想と、今後の対応についてお尋ねしたいと思います。以上2つよろしくお願いいたします。はい。最初の瀬戸内国際芸術祭に関して、一つには混雑対策についてでありますが、ご承知のとおり、芸術祭の春の会期につきましては、過去においては3月中旬から4月中旬でありました。第1回を除いてですね、今回ゴールデンウィーク前日の4月26日から5月26日までとして、長期の休暇が取りやすいゴールデンウィークを含めるということで、来場者が訪れやすい期間といたしました。この会期を一昨年8月の芸術祭実行委員会総会で決定した後、5月1日が天皇陛下お即位に伴い祝日とされ、結果的に今年のゴールデンウィーク10連休となり、より一層芸術祭にも訪れていただきやすくなったとも思いますが、反面ご指摘のようにこれまでにない大型連休であり、過去の春会期と比べて混雑が懸念されますことから、可能な限りの対策を行うよう準備してまいりました。まず会場交通につきましては、直島や豊島、目木、小木航路など混雑が予想される航路において、過去に最も混雑した秋会期終盤の土日祝日と同じ水準でゴールデンウィークに船の増便対応を行うこととし、運航事業者にご協力いただけることとなっております。島内のバスにつきましても同様に、最も混雑する直島、豊島において過去の秋会期終盤の混雑に対応した水準でゴールデンウィークの時期に臨時バスの運行数を確保しております。これは直島は町営バスに加え臨時バスを3台運行、豊島については町営バスに加え4台運行と聞いております。なお混雑が予想される港におきましては、ガードマンや案内スタッフにより乗船整列を行うこととしており、ゴールデンウィークには主要な港の案内所でスタッフを通常よりも多く配置して不測の事態にも対応できるようにする計画であります。万が一来場者が希望の便に乗車できなかった場合には、案内所のスタッフが海上タクシーやレンタサイクルといった代替手段の提案を行うなど、来場者が困ることがないように案内を行いたいと考えております。次に宿泊対策についてでありますが、宿泊予約の状況については全体像の把握は難しいところですが、宿泊関係者からの聞き取りによりますと、春会期の開幕直後、
予約が埋まっている施設もありますが、全体としてはおおむね通常のゴールデンウィーク並みのようであります。昨今訪日外国人客あるいはビジネス客の増加の影響もあって、高松市内のホテルの開業も相次ぎ、客室定員数が大幅に増加しておりますことから、宿泊需要に対して一定程度対応できているのではないかと考えております。芸術祭は会場が離島でありますので、交通宿泊面も含めて事業者側のキャパシティにおのずくと限界があり、それを受けることは難しい面がありますが、そうした中で会期全体を通して休日に集中することなく、平日も含めてバランスよく来場していただくことが重要ではないかと思います。そこで過去の混雑状況をもとに、会期中のいわゆる混雑カレンダーを作成して芸術祭の公式サイトに掲載して、ゴールデンウィークのように混雑する日、平日の比較的受け入れに余裕のある日などをあらかじめ来場者が把握し、来場する際の参考にしてもらうようにしたいと考えております。2点目の JR 四国の四国における鉄道ネットワークの在り方に関する懇談会2の関係でありますけれども、22日の懇談会におきまして、JR 四国から経営状況のさらに詳しい説明がございました。人口減少あるいはモータリゼーションの進展などによる鉄道利用者の減少、こうしたことによって経営が一層厳しさを増しているということが示されたと思っております。こうした状況の中で改めて持続可能な地域公共交通ネットワークを構築すること、大変難しい課題であると感じたところでありまして、しかしその重要性を踏まえれば、今後やはりこの議論を前に進めていかなければならないというのが率直な感想であります。まあ、私としてはお聞きになっていたように、懇談会におきまして、持続可能な地域公共交通の実現に向けて、いわゆる利用促進策を中心に懇談会の本会で項目整理して各県ごとの懇談会につなげていくべきであること、またそのためにもこの持続可能な地域公共交通の実現のためにも四国の新幹線の早期実現が不可欠であることを申し上げたところであります。また今申し上げたような議論と並行して、やはり JR 四国の経営につきまして、同社の経営状況のより一層の開示、またより実効性のある経営計画の策定が必要であるということ、そして JR 四国に関しての国の役割関与を明確化するということが必要であると申し上げました。いずれにせよ、この鉄道というものがですね、今の少子化高齢化の中で地方創生を実現していくというために大きな役割を果たすものであると、新幹線を含めて鉄道というものを地方創生を進める軸として位置づけることが重要ではないかと、まあ、これが日本をですね、
まあ、国を支える極めて重要な社会インフラであるという認識をこれは共通して、まあ、国も含めてですね持っていただきたいというふうに思っております。今後次回以降の懇談会でいわゆる中間整理がなされればそこで示された方向性を踏まえてまた地域の実情も踏まえた上で持続可能な地域公共交通ネットワークの在り方について県別にまあそれぞれ議論をしていくと、まあ、香川県におきましても利便性の向上あるいは利用促進策を中心に議論を進めていくことになると考えております。私は以上です。それでは関連その他のご質問がありましたらお願いします。高知県の早川です。よろしくお願いします。ちょっと幹事社質問とは別になるんですが、この後ですね正式に決定通知が出るとされているんですけれども、再来年秋に四国の DC 四国デスティネーションキャンペーンが、まあ、決定されるようです。これについての知事のご感想とですね改めて期待される効果についてよろしくお願いいたします。はい、まあ、四国 DC についてまだ正式な、まあ、決定通知というのはいただいてないわけでありますけれども、まあ、その方向でですね、実現すれば大変ありがたいと思います。まあ、前回の DC の記憶も新しいところですけれども、やはり四国全体をですね、まあ、インバウンドも含めてこのキャンペーンでですね、まあ、観光需要を盛り上げていくということが、まあ、このキャンペーンの非常に大きな力によってですね実現されるのではないかと、そういうことを期待しております。内閣放送です。JR 四国の路線維持について2点質問があります。現在JR 四国が経営安定化のために国の財政支援というのを受けておりますけれども、林社長がですね今後全路線赤字路線を維持していくためには自治体の協力という部分も協議していかなければという発言もあったようですけども、そのあたり、まあ、地元自治体、まあ、香川県としてそういった部分はどうお考えかというのが1点とですね、あと四国新幹線の導入が不可欠と知事言われましたけども、その赤字路線の維持という部分と四国新幹線との、まあ、関連もうちょっと詳しく教えていただいてよろしいですか。はい、まあ今の状況でですね、そのまま契約化が進んでいくということではなかなか成り立たないという面は確かにありますけれども、まあ、他方国といいますか、まあ、これは全体としてはですねやはり国民全体ということで、よく国が何とかすべきだ、国がよく悪いとかいいとかという、まあ、我々も日常何気なく使いますけれども、国とは何かといえば具体的にはこの場合はやはり国土交通省そして、内閣、それらを踏まえていろいろな法律制度を国会において、まあ、お決めいただいて、それに従ってさまざまな施策が行われる、そういう意味での国の果たすべき役割ですね。これがもうこれはこれ以上ないんだというのはちょっとそういう前提の議論というのも非常におかしいんではないかと。現に今の支援というのはですね、いわゆる次元になっているものが多いわけであります。この次元が切れたらそこで終わりということは、まあ、私としてはそれはありえないのではないかと。そこをまずやはりはっきりして、この
多くの方々の議論はやはりですね、現在のこの問題の相当の原因は、まあ、国鉄改革当時にある意味で予見されてなかった人口減少の加速化、それから計画としてはあったと思いますけれども、高速道路の進展、そして低金利、超低金利の継続、これら3つの要素がですね、結局先日の JR の資料でもですね、そういう影響が大きいというのが示されていたと思いますけれども、その点についてやはり国が、まあ、もう一つ実質 JR 四国の場合には未だに 100% 株主であるわけであって、そこのところがですね、まあ、大変だから自治体が負担というふうな話というのはちょっと今現在のこの国の果たしている役割、そしてこれから果たすべき役割というものが示されないままにですね、進むものでは進めるものではないと思っております。まあ、しかしその次元になっているということを踏まえてですね、当然いろいろな対応というものをそれぞれ国も JR も我々利用者サイドもですね、あるいはまあ自治体という立場でも考えていく必要があるのではないか。まあ、そういう中でですね、新幹線、まあ、これはこれでもまあ非常に大きな費用がかかるわけであります。ではありますけれども、まあ、そのいわゆる費用対効果は一を上回っていると、まあ、無駄な公共事業ということではないと、まあ、これは、まあ、この前のこの懇談会の最初の懇談会からですね、ずっと出てきたいろいろな調査等でも示されているわけであって、かつそのこのネットワークの維持というためにもですね、やはり高速鉄道が必要ではないかと、そこは全国共通だとは思いますけれども、本当に財政の問題でもあるわけですが、それはやはり費用と効果がどうなんだというところで、少なくとも四国の新幹線については我々が今申し上げている県庁所在地を結ぶ案ではですね、BYC は1を超えるということで、まあさらにいろんな工夫によりそれも高まる可能性もありますし、まあ、何よりもやはり先ほど申し上げたいわゆる地方創生、政府においては地方創生回廊とコリドーですね、というようなことも提唱されているわけですけれども、その中で四国のみ新幹線なしでそういう回廊ができるというのは考えられないわけでありますので、そういう意味で新幹線も同時に進めていくべきではないかと、もちろん在来線も活性化させ利用促進して、この鉄道というものをですね、さらに活用していくと、そういうふうになれば一番いいんではないかと思っています。他にございますでしょうか。それでは以上で定例会見を終わらせていただきます。ありがとうございます。